色が結構セメントです。こんにちは、ともあきです。はい、マイプロが届いたんでまた紹介したいと思います。前回購入した時は関税がかかっちゃったんですけど、今回は無事関税をかけずに買えました。なのでこの動画ではマイプロの関税の仕組みで、今回のセール内容とどれぐらいで届いたかで、増量用に僕が何を買ったかについて紹介したいと思います。まず関税についてなんですけど、マイプロからのメッセージの下の方に書いてあったんで少し読み上げたいと思います。関税に関して 16,660 円以上お買い上げの場合関税が課されます。またポンドの為替レートによって 16,066 円未満でも課税対象となる場合があります。衣料品はお買い上げ金額にかかわらず 10% 程度の関税、消費税の課税対象となりますのでご了承ください。無料ギフト1つにつき手数料180円ほどがインボイスに追記されます。支払い金額には影響ございません。そのため注文金額から無料ギフト数 ×150 円を引くと関税超過の可能性が減ります。ご注意ください。今の説明を簡単に説明すると、買った時の最終支払い金額のところが 16,666 円未満だと関税がかからないというものなんですけど、まあこれで僕は今までずっと 16,666 円未満で注文してました。で、前回の注文もそれを超えてなかったんですけど関税がかかりました。で、なんでかっていうと、このポンドの為替レートによって 16,666 円未満でも課税対象となる場合があります。ってことで、円とポンドのレートの違いによって、まあ、その時々で 16,666 円ってのが変動するってことで、調べた結果 15,000 円分ぐらいだと安全ということが分かりました。で、さらにこれも僕気づかなかったんですけど、無料ギフトついたら無料ギフトなのに関税の時には1個150円として換算されるそうなんで、例えば無料ギフトが3つついてたら150円、300円、450円と450円分が含まれます。まあ、なので関税取られたくない人は関税に引っかからない、まあ、ギリギリのラインとしては 15,000 円台にしておけばいいかと思います。今回合計が 15,816 円で無料ギフト3つなんで、全部合わせても 16,666 円いってないんで関税はかからなかったって感じです。あと関税がかかる可能性としては、総重量が 10kg を超えた場合も関税がかかることがあります。あとは衣料品は金額にかかわらず 10% 程度関税がかかります。はい、関税の話はこの辺にして、で今回も 8,500 円以上なんで送料は無料です。で、今回は月末セールってので買いました。月末セールの内容は全品 40% オフ で毎回マイプロ夜9時まで待つとさらにフラッシュセール来るんですけど、今回 46% オフだったんで 46% オフで購入しました。注文したのが9月19日で届いたのが9月29日ってことで、10日間で今回は届きました。ヤマトを使って10日です。まあいつも通りって感じです。マイプロいつセールが来るかっていうと、まあ常時 30% オフとかのセールやってるんですけど、ゾロ目の日、5月5日、6月6日、7月7日、8月8日などのゾロ目の日も、ゾロ目の日は 40% オフとか、夜9時まで待つと 46% オフとかが来ます。あと最近の傾向として、給料日だったり月末とかのその月の20日とかそこら辺あたりでもセールが来てます。早速今回買ったものを紹介したいと思います。まず買ったのはプロテイングラノーラ 750g チョコレートキャラメル味です。 46% オフで1885円でした。これマイプロが出すぐらいなんで、ただのグラノーラじゃなくてちゃんとプロテインが入ってます。まあ、ハイプロテインって書いてるんですけど、実際どれぐらいプロテイン入ってるかっていうと、まあ、1回 30g 取るとしたら、そのうち 15g プロテインが入ってます。まあ、結構プロテイン入ってます。で、脂質は 3.2g の炭水化物は 19g です。で、朝時間ない時なんかは、まあ、たまにこれ使ってみようかなと思います。これオートミールと丸いちっちゃいボールみたいなのが入ってます。結構甘さ控えめで食べやすいです。ちゃんとサクサクしてます。朝ヨーグルトなんかに入れて食べたら結構美味しいんじゃないかなと思います。ちょっと蓋の閉まりがいまいちです。そしてこのアルファ麺マルチビタミン240錠を買いました。2155円です。今増量期に入って結構野菜とか食べるのしんどいんで、まあ、こういったサプリで補おうと思って買いました。 DHC とかのマルチビタミンの数倍の成分が入ってるそうです。
それとビタミン C プラスも買いました。180錠入ってて1021円です。で、ビタミン C なんですけど、アルファ麺に入ってる分のビタミン C だけだとちょっと足りないんで、このマルチビタミン C プラスを追加で買ってみました。増量期ご飯と肉で相当な量あって野菜食べるのきついんで、まあこういうの食べてビタミンをしっかりとって、なおかつ吸収効率っていうのを上げていきたいと思います。ピュアカフェインも買いました。100錠入ってて913円です。カフェインなんですけど、筋トレ前に摂るとパフォーマンスがすごいアップするってことで、まあ昔はドーピングの対象なんかにもなってたんですけど、まあ今はドーピングでも何でもなくて、カフェインは摂取できます。で、僕コーヒーが苦くて飲めないんで、このカフェインを買ってみました。カフェインを取ってトレーニングする週としない週で、まあ、使い分けてどれぐらい効果があるのかっていうのも試していきたいと思います。 L グルタミンパウダーノンフレーバーを買いました。 500g 入ってて1399円です。で、グルタミンなんですけど、簡単に説明すると風邪とか引きにくいやつです。免疫力低下を防ぐってもの で、減量期とかすごい体弱ってて風邪とか引きやすそうだったんですけど、で僕これ朝と寝る前とずっと取ってて、減量期一度も体調崩すことなく過ごしたんで、まあこれはずっと続けています。そして他に買ったものでインパクトホエイプロテイン 1kg を2つ買いました。1507円でクッキー&クリーム味とチョコレートバナナ味です。 5kg で買った方がプロテイン安いんですけど、まあ 1kg ずつ買って他の味も試してみたいなと思ったんで買いました。あとインパクトホエイプロテインの黒ごま味も買いました。これ 250g 入ってて643円です。あとインパクトホエイプロテイン 1kg ティラミス味も買ってました。質問でプロテインは何味が一番美味しいんだってよく聞かれるんで、まあちょっと今日買ったこの4種類飲んでいきたいと思います。じゃあ個人的に一番美味しそうなチョコバナナ飲んでいきます。匂いは結構チョコバナナの匂いがします。この粉自体の色はチョコレートブラウニーと似てます。水に溶かすとすごいバナナの匂いが強くなりました。これは結構いけます。チョコバナナ味もまろやかなバナナの味で、まあ、水にもすぐ溶けましたし、後味も結構さっぱりしてます。チョコバナナ結構美味しいです。次はクッキー&クリーム飲んでいきます。匂いはバニラっぽい匂いがします。匂いはなんかホットミルクみたいな匂いがします。すいません、これよく見たらホイプロテインじゃなくてプロテインパンケーキミックスでした。でもこれ全然飲めます。黒い粒がちょっとシャリシャリしててクッキーっぽかったです。これパンケーキミックスだったんで、今後はパンケーキにして、食べたいと思います。はい、次はティラミス味です。今度はちゃんとインパクトホイプロテインです。匂いはすっごいティラミスです。匂いはしっかりティラミスなんですけど、味はちょっと薄い感じです。僕的にはちょっとイマイチです。最後はブラックセサミ味、黒ごま味です。匂いは黒ごまソフトクリームみたいな匂いがします。これ色は灰色ですごいセメントっぽいです。これにね、あと粗骨剤と砕骨剤と栄養減衰剤で入れて凝固させればコンクリートが出来上がりそうな感じです。色が結構セメントです。甘いんですけど味はちょっと黒ごまっぽくないですね。まああんまりおすすめできないかなって感じです。今回買ったプロテインの中でチョコバナナがダントツで美味しかったです。他のホエイプロテインで好きな味としてはチョコレートブラウニー味、これも安定のチョコ味で結構誰でも飲めるんじゃないかなと思います。まあまあ甘いです。あとストロベリークリームもイチゴオレみたいな感じで僕は好きです。あとミルクティー味最近飲んでて結構ハマってます。さっぱりさっぱり朝からミルクティー飲んでるみたいな感じでおすすめです。プロテインクリスピー 500g ノンフレーバーを買いました。1615円です。これなんですけど中身何かっていうと、ホエイプロテインアイソレートが入ってます。あとライスフラワー、米粉も入ってます。で 100g あたりのプロテインは 53g です。あとは炭水化物でできてます。こんな感じで丸っこいのがたくさん入ってます。まあ、味は全然しないですけどサクサクしてます。なんかプロテインスナックとか作るときに使えそうかなと思って買いました。他にはアーモンドとカシューナッツを買いました。それぞれ 400g 入ってます。アーモンド805円、カシューナッツは913円でした。まあ、コスパはスーパーで売ってるものとそんなに変わらないような気がします。
まあ、マイプロこういったナッツも売ってるんで、まあ、ちょっと驚きです。体にいい脂質も増量期入れていきたいと思います。でここまでが注文したもんで、そこから無料プレゼントが今回3つついてました。まずこのハイプロテインバー12本入り、味はチョコレートオレンジです。でこれ1個あたりプロテイン 30g も入ってるんで結構優秀かなと思います。まあ嬉しいプレゼントです。であとの2つはこの1回用のちっちゃいプレワークアウトとプロテインです。プレワークアウトがレインボーキャンディーで、こっちのザホエイが ストロベリーミルクシェイク味です。こういったのあると旅行の時とかに運びやすいんで、こちらも嬉しいプレゼントです。はい、今日買ったものはこんな感じで以上です。で今回の買い物もポイントを使って全部これ無料で買わせていただいたんですけど、僕の動画見て僕の紹介コードを使ってくれた皆さんありがとうございます。月々のサプリメント代が浮いて結構助かっております。友達紹介制度が何かって簡単に説明すると、初めて購入するときに紹介コードっていうのを打つ欄があって、そこに何でもいいんですけどコードを打つと500円オフになります。で紹介コード使われた側には1500円分のポイントが入ります。紹介コードネットで調べたらゴロゴロ転がってるんで、それ使うもいいですし、友達の使うのもいいですし、まあ、この紹介コードも動画概要欄に貼っておきますんで、まあ、使ってくれたら喜びます。以上で今日の動画を終わります。まあ、僕のチャンネルでは結構マイプロテインの動画のニーズが高いんで、これ今後もマイプロテインのことについても紹介していきたいと思います。参考になった方はチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。